娘魚雷鬼、皆を勝利へと導こう。炎章を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門遠家の遠章と遠術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。長領、なぜ俺についてきた？私の知る限り、呂布殿こそが最強の武人。私は武人として最強の武のたどり着く先をこの目で見たいと考えております。そうか、好きにしろ。これからどうなさるおつもりか？呂布殿は董卓殿を斬ったお尋ね者。このままでは都より追っ手が迫りましょう。くだらん、追っ手が来たら斬るだけだ。俺は俺の部を好きなように震える場を探す。今炎章と炎術が争っているらしい。どちらかにつけば面白い戦ができそうだ。ここから近いのは炎術か。まずはそこへ行くぞ。承知しました。そういえば霊気殿も共に戦いたいとおっしゃっていましたが。霊気か？あいつはまだ戦を知らん。おとなしくしていろと伝えておけ。しかしあの方の意志は相当固いとお見受けしました。長領、戦いの間霊気から目を離すなよ。はっ。父上、これより私も共に戦います。呂霊気、鬼神と称えられる呂布の娘である。父が洛陽や長安で暴れていた頃、彼女は宮中にいた。戦場に立つことを許されなかったのである。呂布が流浪の身となった今、彼女は将となることを熱望する。お前の力などいらん。足手まといになるだけだ。おとなしく下がっている。下がっていろとおっしゃられても、もう私の帰る場所はどこにもありません。ならば鬼神の娘として戦場に立ち、父上の勝利に貢献したいのです。足手まといにはなりません。どうか従軍のお許しを。お前はまだ戦を知らん。下手に動けば死ぬだけだ。俺のそばから離れるな。邪魔だと判断したらすぐに下げる。そのつもりでいる。ありがとうございます。呂布の娘の名に恥じぬ戦をいたしましょう。呂布、わしに何の用だ？お前は今炎章と揉めていると聞いた。さっさと兵を出せ。俺が炎章を片付けてやろう。
何をわけのわからんことを。本所と戦をするには入念な準備をせねばならん。お前のような輩にわしの大事な兵を預けられるか。どうしても本所と戦いたいのならわしの配下となり言うことを聞け。なんだ、なぜ俺がお前の命令を聞かねばならん。俺は戦いたいように戦い最強を証明するだけだ。暴れたいだけの獣めが。これ以上くだらんことを抜かすのであれば今すぐ出て行け。ふっ、すまん、時間の無駄だった。ならば俺は炎章のところへ行く。戦場であったら容赦せんぞ。炎章様、長炎率いる族は各所に布陣。どうやら炎術から支援を受けているようで、かなりの兵力を要しています。卑劣な奴よ。自らの手を汚さず国産州に我らを攻撃させるとは。族との戦いが長引けば炎術に攻撃されるやもしれぬ。両夫ではないか。何をしに来た。ここは名族炎家の本陣。獣が来ていいところではない。炎章、お前は今炎術と揉めているそうだな。俺が奴を片付けてやる。今すぐに兵を出せ。炎術など後回しを。今は長炎を倒さねばならん。そういえば両夫、お前は戦いを求めてここに来たのであろう。ならば我が軍と共に長炎を撃つがいい。どうだ、名族の軍として戦えるのだ。これほど名誉なことはないぞ。山賊相手か。肩慣らしにもならんがいいだろう。さっさと俺を戦場に出せ。賊どもを一人残らず消し飛ばしてやる。どこまでも不遜なやつよ。まあよかろう。行け両夫よ、この地より国産州を一掃するのだ。国産の輩など我らの敵ではない。精鋭たちよ、名族の戦を見せてやるのだ。Thank you.
雑魚が俺に指図するとは気に入らん。まあいい、この戦好きに暴れてやる。本陣でおとなしくしていてもつまらん。俺は前に出るぞ。しがない増強、時代は今炎家に掌握されていますね。中でも炎将様と炎術様はノリに乗っています。炎家といえば音に聞こえた名門のお家柄、お二人は生まれつきの選ばれし者ってわけです。俺にも流れてないかな、選ばれし者の血。奪われずに済みました。俺にこれを。気持ち受け取ってください。なんという強さ。ここは引く。敵将、私が討ち取ったぞ。敵、いい働きだった。だが気負いすぎる。から奪回できました。このまま奴らの本拠へ向かいます。みんな勝ち時をあげよう。大義である。
ここまで追い詰めておきながら倒せぬとは。なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。お前は確かあの獣の娘よね。まさか戦場に出ているなんてね。ラクヨウにいた頃はずっと引きこもって一人でいたじゃない。あの頃とは違う。今の私は呂布軍の将だ。そう、だったらお前も私の敵よ。おじい様の仇ここで撃ってやる。窮地の相手とて敵ならば容赦しない。覚悟しろ。やっ、うん、あっや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 っこれで決めてやろう。せいはぁっヤッヤッこれで逃げられたと思わないことね。いつかとびきり残酷な罰を受けてもらうわ。敵将、私が討ち取ったぞ。みんな勝ち時をあげよう。Yeah!
ここで散る。消し飛ばす。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。敵の堰を突破する。勝者を前進させよう。来たか。この堰は抜かせぬ。剣術配下が綺麗だ。なるほど、国産衆の後ろ盾には剣術殿。敵め、分不相応な場所、目障りだ。我が軍でもらい受けるぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。反撃だ。敵め、分不相応な場所、目障りだ。我が軍でもらい受けるぞ。レイキ、いい働きだ。だが気負いすぎるのだ。よし、この地は私が制圧したぞ。なんという強さ。ここは引く。みんな勝ち時をあげよう。堰を突破し、敵戦力は相当した。このまま国産衆の本拠に向かう。
よろしいですか。あなた、自分の真の美しさに気づいていませんね。いいでしょう。ならば私にお任せください。この超瞬愛があなたを美しく磨き上げましょう。これはこれは。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
ありがとうございました。反撃だ。これで決めてやろう。どうだ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。この場所は俺たちが奪い取る。勝利をこの手に。容赦はしない。行くぞ。この場所は俺たちが奪い取る。レイキ、いいよ。だが気負いすぎるだ。レイキ、
ちが奪い取る。容赦はしない。おのれ、これで勝ったと思うなよ。敵将、私が討ち取ったぞ。素晴らしきお働き。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。敵将、私が討ち取ったぞ。その勢い、誰にも止められますまい。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。なんてこった、栄翔に縄張りを奪われちゃった。ここに国産の毒は倒れた。我が維新遠家の栄光は一層輝きを増したな。両夫よ、よくやった。これで賊どもは離散しよう。寧族に歯向かった愚かさを噛みしめながらな。雑魚を倒したくらいでいい気になるな。目標は演術だろ。このまま奴のところまで攻めろ。俺が叩きのめしてやる。何を愚かなことを。少しぐらい活躍したからといって図に乗るでないわ。演術との戦はあくまでも堂々と行う。そのためにも準備が必要よ。一度国に戻るぞ。これは命令である。お前も準備なぞくだらんことを考えているのか。俺一人いれば何もいらん。お前は戦勝の報告を待っていろ。海王領夫、寧族の戦を怪我すつもりか。これ以上勝手なことを申せば寧族の軍から外れてもらうぞ。チェ、どいつもこいつも腰抜けばかり。もうお前に用はない。こっちから出て行ってやる。
これからどうなさるおつもりですか。戦を探すだけだ。炎術も炎症も臆病な雑魚となれば、次は曹操か。董卓を暗殺しようとするやつだ。つまらん戦は仕掛けんだろう。誰だ貴様は。私は陳光大、曹操の軍師をしております。ですが、あの男は董卓を殺せなかった。先が見えてしまいましてな。私が使えるべきは、使えるべきは董卓を撃てるような器の大きなお方。どうかどうか緑殿の軍師としていただけないでしょうか。軍師といっても我らは国や兵を持たぬ流浪の身。とても貴殿の期待に添えるとは思えぬが、ご安心を。今曹操は徐州を攻めており、遠州はほぼもぬけの殻。今こそ遠州を取り、呂布殿ご自身の国を持つのです。貴殿は曹操が留守の隙に遠州を奪えと申すのか。まさしく。呂布殿に必要なのは戦を起こすための地盤です。国を持てば、自らが望むように戦を起こせますぞ。それでお前の狙いは何だ。俺に曹操の国を奪わせて何の得になる。私は自らの名を天下へ轟かせたいのです。呂布殿の武と私の血があれば、それも叶いましょう。天下を滑る最強の武人を支える名軍師、それこそが私、陳光大なのです。ふん、天下か。今いる奴らを全部俺が叩き潰せば俺の天下だ。つまり俺が最強であることの証明にもなる。まさしくその通りですぞ。さあ緑殿、遠州より始めるのです。我らの頂点への道、天下への道を。いいだろう、お前の考えに乗ってやる。行くぞ。遠州を曹操から奪い、何者にも邪魔されぬ俺の国を得る。私は陳留大衆張博殿といささか懇意にしておりましてな。彼の説得により遠州にいる諸侯たちがこちらへと寝返ってくれました。おかげで苦もなく牧羊を得られましたな。その報を聞いた曹操本隊は徐州の戦を切り上げ、この遠州へ急行しているとか。ふん、ならば俺が徹底的に叩き潰してやる。この遠州の要所は牧羊とその南の帝都ですぞ。この2箇所を抑えれば我らの勝利となりましょう。つまり牧羊を守りつつ帝都を攻め落とせばよいのですな。ですが曹操軍は強大、我らは貨幣、うまくいきましょうか。長領、つまらん心配をするな。俺がいれば負けることはありえん。行くぞ。曹操を叩きのめし、この力を追い出してくれる。ふん、曹操、慌てて帝都まで戻ったか。行くぞ。奴を遠州から追い払ってやる。何やら辺りの港が騒がしいな。確かめに行くぞ。ここはオイラたちの国だぞ。おめえらみんな追い出してやるだ。
両夫の野郎をこすっからい真似しやがって、わしがぶっ飛ばしてやる。いい働きだ。だが気負いすぎる。よし、この地は私が制圧したぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。この港は私がもらった。誰にも使わせやしないから。貴様は、どう？父上を追ってここまで来たというのか。反撃だ！活躍ですな。これで決めてやろう。邪魔だ。邪魔だ。わかったわよ。港を好きにしなさい。けど次はこうはいかないんだから。港が解放された。ここから一気に攻めます。敵将、私が討ち取ったぞ。みんな勝ち時をあげよう。